む必死の対決に大観衆の期待は高まるばかり。全日本対イングランド、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。闘志をみなぎらせる選手たち、その熱気がこちらまで伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本ツートップで前線を組む布陣となっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、イングランド2トップで前線を組む布陣となっています。キャプテンのロブソン君を中心とした堅い守りから速攻を仕掛けます。サッカーの母国らしい基本に忠実なサッカーを見せる好チームです。さあ今始まろうとしています。今キックオフです。あーとドリブルを見送る、ガードナーとぶつかっていった。ガードナー君パスを回す。マサオ君スライディングでカット。ロブソン君ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。狙いすましたパスを送る。カズオ君ナイスプレーだ。カズオ君ここで奪った、ま、ダイレクトでパス。あっとこの位置でパスカット。チャッチしました。ナイスだ翼くん、ボールを奪った。狙いすましたパスを送る。ヒューガくん、これはオフサイドです。マサイングランド、この位置からのフリーキック。ガードナーくん、パスできました。ニッタくん、ダイレクトでパス。よし、フェイントだ。ジョエル君、ボールを奪うことができません。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ニッタ君素早くつなぎます。あーとこの位置でパスカット。翼君スライディングでカット。ヒューガ君、これがタイガー君だ。止めた。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。全日本慌てて守備にも、ライト君やった、次々にかわしていく。はぁ、キューガ君このスライディングが決まった。ガードナー君ここは抜かせません。かわして振り切る。今こそサッカーの母国の誇りを。お前のパンチのサッカーが炸裂するのか。松山君ボールを奪うことができません。あっと奪い返した。ヒューガ君ここで炙ってきた。ロビンソン君ゴールを割らせません。絶妙なインターセプト、パスをもらった。ボールがタッチを割りました。スローインからの再開です。カーネギー君パスを回す。このパスは通らない。ドリブルでボールを運ぶ。翼君渾身のシュート。ロビンソン君横に飛んだ。あっとこれも弾いた。あっとドリブルを見送る。そして振り切った。あっとドリブルを見送る。そうだ、行くかよ。ボールダッシュ成功。いった、長いパスが通った。
そらガードナー君、ボールを奪うことはできません。キュッソラゴールを狙う。ロビンソン君、ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。キュッソラダイレクトでパス。ハニータ君、シュート弾いた。セガール君、ボールを持った。もらった。あっと奪い返した。翼くん、ワンタッチで送る。石崎くん、体ごとぶつかっていった。いけ。ヒューガくん、ボールを奪うことはできません。マサオくん、ボールを狙うも届かない。いくぞ。スライディングで止めた。ここはパスを出した。パスを回す。時計は30分を過ぎました。前半のアディショナルタイム突入です。チャンスが来ました。このタックルは必殺に終わります。ここで三崎くん、このスライディングが決まった。ドリブルと見せかけてパス。翼くん、前半を終えて未だ同点。キック、俺たちの力を見せる時が来た。パワフルなサッカーが炸裂するのか。連打突破。いいぞ。ハッカったよ。マスヤマ君、ボールを奪うことができません。翼君、ナイスプレーだ。ここはパスを出した。ドリブルと見せかけてパス。よーし、決まった。それ体ごとぶつかっていった。ロングボールを送る。長いパスが通った。新田くん、一気に抜き去る。あっと奪い返した。左へ預けます。マサオくん、ロングボールを送る。よーし、交代だ。ミサキくん、ワンタッチで送る。ここでパスを。そのそれ、横をすり抜けた。イングランド、これが本物だ。体形が整っていません。ナイスプレーだ。松山くん、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。セナールくん、激しいタックル。ライトくん、ここからチャンスを作れるか。チャンスが決まった。カズオくん、ここはパスに切り替えた。翼、タックルも決まった。マサオ君、このスライディングが決まった。ナイスプレーだ。ここは抜かせません。スライディングで止めた。いっけー、早くだ。シュート、追い上げるか。これは見事にキャッチ。ハントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。カズオくん、ロングボールを送る。このタックルは不発に終わります。ドリブルで突破。キズオくん、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。キューガくん、カナルに行く。このスライディングが決まった。ライトくん、横にかわして、ナイスだ。これが本物だ。スライディング、ヒューガくん、パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。そら、セナールくん、ここは抜かせません。どうだ。ハーリーくん、横にかわして突破。はい、あった。ミサキくん、ボールを奪うことができません。翼くん、パスを出します。みんな、力の限り戦う時だ。フルなサッカーが炸裂するのか。リン君、力を貯めて強烈なシュート。ジゾー君、ここは身を挺して止めに行く。体を張ってボールを止めた。ボールがタッチを割りました。イングランド、この位置からのスローイン、これはロングスローだ。そうだ、行くか。ここで止めた。よし、
ロブソン君、ボールを狙うも届かない。やっと奪い返した。それよし、かわした。まずい。振り切った。それ松山君、ボールを狙うも届かない。ハーリー君、クロスを上げた。このパスは通らない。パスを出します。ピューガ、ジョエル君、ボールを奪った。あっ、かわした。さあ試合も残り、これが本物だ。あ、ナイスプレーだ。期待したいところです。松山君、ここはパスに切り替えた。翼さん、ここパスを出した。翼君、右へ回します。タックルを決めた。いいぞ。それは、両者一歩も譲らず。さあ試合はいよいよ延長戦に突入しました。9、これがタイガーショットだ。あっと、これを弾いた。ガードナー君、ボールを持った。スルドインスライディング。翼君、ここから打ってきた。ロビンソン君、ロングボールを送る。ドリブルで突破。石崎君、ボールを狙うも届かない。抜き去った。このタックルは不発に終わります。ここからチャンスを作れるか。カズオ君、ここはパスを出した。よし、マッコイ君、ここからチャンスを作れるか。スライディングで止めた。ナイスプレータイ。翼くん、ここは勝負を避けた。強引なドリブル突破。ヒューガくん、ここからチャンスを作れるか。ガードナーくん、ボール出し成功。それそれにも、チャンスが決まった。ヒューガ、ドリブルを見送る。それそらかわして振り切った。石崎君、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。いけ、ここで審判笛を吹き、いよいよ延長後半、ラスト10分が始まりました。ドラえもんすり抜けた。今こそサッカーの母国の誇りを。サッカーが炸裂する。鋭いスライディング。もらったぜ。ハーリー君、素早く横にかわす。はっ、任せろ。スライディングでカット。ヒューガ君、パスを回す。ドリブルでボールを運ぶ。スライダー君、ここから打ってきた。ハントキック、どこまで運べるか。そら、よし、このタックルは不発に終わります。そら、ここをすり抜けた。ライト君、ここからチャンスを作れるか。あった、奪い返した。このパスは通らない。さあと、ドリブルを見送る。敵陣へ攻め込みます。スライディングで止めた。敵陣へ攻め込みます。タックルが炸裂。これは通るか。あっと、弾き飛ばされた。敵陣へ攻め込みます。あらごとぶつかっていった。似た、セナール君、サッカーを抜かされて、渾身のパスを味方に送る。大きく、ここでタイムアップ。延長、重要な一番手を担います。これはどうか。ヒューガ君、俺は世界一のストライカーになるんだ。責任重大な一番手として登場です。
に鉄壁の守り。ここを決めればさらにリードを広げられます。これが君か。この俺は世界一のサッカー選手になるんだ。ペナルティースロットに向かってゆっくりと歩を進めます。シュートを入った。この場面でリードを広げることができるか。ロビンソン君、ゴールを割らせません。ペナルティースロットに向かってゆっくりと歩を進めます。決めたぞ。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。いけ、狙ってきた。新田君、やったやったぞ。みんな、ここを冷静に決めて追いつくことができるか。現状だ。この重要な5番手のキッカーを任されました。さあ狙いすましたシュートでゴールを。やったやったぜみんな。